はい、おはようございます。ゼクレです。本日はゼクレがどんな風にライブを迎えているか、まあ、そんな舞台裏や楽屋でどんな感じで過ごしているかとか、まあ、ライブの様子とかも映せたらいいなと思っております。よろしくお願いします。はい、ということで今から朝ごはんです。今の時刻は16時半ぐらいですね。16時20分なんですけれども、今からちょっと朝ごはんを食べて、出番がねあと1時間後ぐらいなんですけれども、まあ、軽めにお腹に入れておこうかなと思います。ファミマでファミチキとハッシュドポテトツナ卵と、お水買ってきました。食べます。はい、よくゼクレのライブ映像にたまに出てくるのはさんです。ライブ映像、たまに出てきます。ナイスどうしたらいい。はい、サナちゃんとリオちゃんです。はい、はい、とは PR ガールの、中心的メンバーです。ちょっとねえ、なんか思ったけど、これが帰ってかない。あ、さすが女子力高い。めっちゃついとんやん。やばいって言うな。ゼクレさん、歌うまいです。はい、ありがとうございます。めっちゃ上手です。応援してます。俺、言わせたみたいになってるけど。いや、言わせてないんですよね、はい、ゼクレさん、間違いなく富山で一番うまい。そう、一番うまい。富山で一番うまい。俺はやばい。ママも褒めてました。誰かに怒られそう。誰。ママもめっちゃ、なんかすごいって。そうです。それは嬉しいけどね。あの、インスタのいつもストーリーで見る。ああ、いつもストーリー。ありがとう。いつもゼクレさんね、こうじゃないですよ。あ、そうそう、こう。こういう、ロックのポーズね。うん。俺らもサナちゃんも伝わりね。はい、ゼクレさんポーズしてください、ね。イエーイ。サナちゃん、あまり映らない。ライブ頑張ります、ね。そんな感じで、そんな感じのね、みんな見たいと思うんで。なんか、適当に、MC 頑張ります。頑張ります。全然映ってない。本日のライブはこの富山市民プラザマルチスタジオで行います。社長です。何のってマルチスタジオの社長みたいな。はず。NSE の社長です。今日のイベントの、ね、主催者、ね、はい、そうです。イベントの主催者様でございます。よろしくお願いします。お願いします。室内がこんな感じになります。感染予防対策のために限定30名の人数でやってます。はい、ということでゼクレの出番終わりました。パチパチ。久しぶりのライブということで、今までずっとレコーディングの環境で歌ってきたので、やっぱりちょっとライブとはね、発声のやり方っていうかね、それが僕的にはちょっと違うので、結構ライブもね苦戦した部分もあったりしたんですけど、まあ、トラブルもね、ちょっとマイクが入らなかったりっていうトラブルもあったんですけれども、まあ何度か、全力で歌ってまいりましたんで、まあ少しでもね誰か楽しかったなと思っていただけたらよかったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんな感じで、じゃああとは物販がありますんで、物販とかねやっていきたいなと思います。お、賢い。賢くない。28プラス1で20。はい、今日のライブはこんな感じで物販して終了です。ゼクレの CD は1枚売れました。はい、ということで、ただいまライブが終わって自宅に帰宅しました。まあ、そのどこまで皆さんがこの動画を楽しめたかどうかっていうのはちょっと自分では分からないんですけれども、今回まあ裏側とか撮れるところをいろいろこう撮ってみたつもりなんですけれども、まあ、少しでも、まあ、数名でもね、楽しんでいただけるような動画になっていたらなと思っております。またこういうような機会があれば、いろいろ撮ってみたいなと思っております。これからもぜひよろしくお願いします。ということでゼクレでした。どうもありがとうございました。